対決サクサクセス実況25回目、戦う選手は前世紀の杉内俊也と対決だ。能力はこのようになってます。今作パワープロ2019データから公式 OB 選手として初収録されました。前世紀基準で作られているので、もう欠点などは一つもなく、杉内といえば本格派の左腕ピッチャーですからね。球も速く変化球も3つ持ってて、カーブの変化量は最大6ですからね。それでいてコントロール、スタミナもビート高く、特殊能力も持っている。調子極端がついているんですけども、まあ、このレベルになると別にこれはそんな悪影響は受けないんじゃないかな。まあ、とにかくいい成績を残す杉内が今作収録されてますので、この選手と戦うっていうのはかなり無茶なことかもしれん。ただこれまで今シリーズはね、新人選手との対決がほとんど占めてきてたので、ぶっちゃけ勝つ負けるにしても生ぬるい対決が多かったよね。だから今回は勝つ負けるにしても火花バッチバチの熱い戦いというものを繰り広げていきたいですね。選手を作る際は球団設定は杉内が所属していたソフトバンクホークスで、持ち込みアイテム天才カードがあればよかったんですけど、今回はないので、変化球強化カードと、そしてエクストラステージカード、この2枚を持ち合わせて杉内を超える歴代最強の左腕ピッチャー作ろうや。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期変化球はスライダー1ついてるな。まあそれ以外の能力は高いスタートではあるんだけど、変化量2スタートが良かったな。でステージ1では幽霊がいるだけで選手は誰もいない。ソフトバンクを選んだのには選手にいっぱい会うために選んだんですけどもね、いなければ意味がないじゃないですか。幽霊だけ言ってもしゃあないでしょ。なんでいきなり死人やねん。でやたらとハテナパネルがある。踏めってか。いや今回は運も良くないとあのレベルには勝てないからね。だからもう積極的に踏んでいきましょう。自分は今日は運がいいんだと信じてね。その結果の合うパネル天国やってきた。おマイガー。しゃあじゃあ増えた青パネル踏んで力つけて、ステージ1から能力爆上げで終わりましょうかね。変化球パネルですね。おーいす、これで終了ですね。いや充実した1-1ということになりました。じゃあ2-2-3-3もよろしくね。ステージ2、あ、新たな変化球パネルがあります。進藤もいますね。とりあえずこれ踏んでスプリットウォールがつきました。杉内とはちょっと球種は違いますが、まあそこはいいんですよ。違えど勝てばいい。同じである必要がないですからね。同じ色にはならない。俺は俺で杉内を別の方法で超える、そういう投手を作るんだ。お、吹っ飛ばしカードまでゲットしたから可憐対策もできちゃいましたね。何も恐れずプレイできるよ。もう快適にね、寝転がってね、漫画でも読みながら、メロンソーダでも飲みながら楽しいっすね。お次ステージ3。あ、ここは宝箱もあり選手もいますね。いいじゃないいいじゃない、それでいいんだよ。え、わー、変化球強化カード、まあでもエクストラステージカードとか落とさなくてよかったね。持ち込んだのに落としたんじゃいつも通りですからね。それじゃダメなんですよね。そこは回避で、選手が緩急まで遅れたね。それだけじゃ物足りないよ。杉内いっぱい特殊能力持ってるんだから、俺もいっぱいつけないと。あー、でどうしようかな。ちょっとおにぎりパネル踏みたいんだけど、だいぶ遠いとこ行っちゃってるな。もう一回シャックルで近くに近くに、ウェルカムウェルカムカモカモカモ。あー、わりかし近い位置に来たね。ならばその回復パネル踏んで5か。ちょっと微妙だけど、ほんで選手に会って、石川特殊能力をくださいな。なかなかくれないね。まあここはもうこれで終わっときましょう。まあ今のところ順調ですよ。あと4-5-6とあるんだからね。ペース的には杉内をも超えるペースでいってるんじゃない。伸び悩むことがなければね。それが多々あるのがサクサクセス。怖えぞ。とりあえずまずはそこのおにぎりパネルを踏もう。赤が青に輝き出す。最高かと思われたが邪魔者登場。いや、この場合はポジティブに考えろ。近くにカレンがいる。だからはめりゃあええ、はめてやりゃあええ。そしたらカレンも満足、俺も満足だからね。ウィンウィンな世界がここにあるじゃない。いいね。で野球マン2号も登場ね。どこだ。あーとどうだろう、位置的に会えるでしょう。逃げなければ彼女がね。特殊能力ついた。え、ちょっと彼女、へい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 、ガール、逃げるスピード選手権1位でしょ。世界ランキング1位の女ここにおったわ。無地パネルが青く輝き出した。それはいいことだよ。残る体力は11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あ、もうこれでいいね。うん、ちょっと今ハテナパネル踏んだらダメな流れだと思う。これ以上踏まない方が絶対いいからね。
ですからもうここで、はい、これで終わっとく。スプリットの変化量は6ですからね。マー君並みのスプリットあるじゃないですか。これだとメジャーでも完封できそうだな、俺の投手もね。で、最終ステージじゃありませんよ。勘違いしちゃダメだ。まだ先はある。で、博士がいる。ちょっと、やれってか？いや、待って、落ち着け。まずはね、冷静に回復をすること。はい、回復。好みの回復か、少ねえなー。でカーブ方向の吸収もあるんだけど、これちょっとゴールの構造が悪すぎる。一方通行だからな。いやまあとりあえず、わー、赤く輝き出した。いや赤いやろこれ。もうシャックル踏んで、またゴール手前に、ああ待て待て待て、この場合カレーハメがいけるから、それはやっておいた方がいいな。え、何、え、コントロールと肩力入れ替わる、入れ替わったことによって肩力が D、 コントロールが E の48、その差は7ですね。言うほどじゃないな。いやここでスタミナとか入れ替わってたら大変なことになってたわ。そこは入れ替わらなかったので、まあ A として、まあこの前まずカレンをはめること。これで特製ドリンクゲットで体力爆上げ爆回復。ただね、赤パネル追加されたことによっていっぱい出てきたし、もう博士は確実に距離的に会えないからね。これはカーブも諦めた方がいいな。宝箱もね、もうエクストラステージ行くこと、うん、そこ考えましょう。これはやめます。ステージ5は生贄に捧げ、そしてステージ6、禁断の第6ステージで上げるだけ上げて終わる。このステージではもう青しかないですからね。まあ選手はいませんけどね。第2変化球で、カットボール、スライダーとカットボールが今はありますね。もうあとやるべきことはどうしようかな。まあ今あるパネル全部踏んでいくのがいいんじゃないですか、青パネルをね。まあ特化パネルとかもあるステージですけども、何かに特化さす必要はなく、全ての能力を上げる必要があるので、ですから全てのパネルを踏んで、あとは2パネル、球速パネルとスタミナパネル踏んで、んー、これで終了でいいでしょうかね。今回の対決方法は、互いの選手をペナントで2回ずつ回して、2回の通算成績を比較して対決の勝敗決めていきます。そしてペナントで回す際、1回目をソフトバンクホークス、2回目を読売ジャイアンツで互いの選手をペナントで回していくからね。まず1回目のソフトバンクホークスでペナント回す際は、僕の選手をローテーション2番手のスタミナ限界、杉内をローテーション1番手の同じスタミナ限界でいきたいと思います。今回は互いの選手を同じペナントで回していく予定なのでね、その同じペナントで回した中、どっちの方がいい成績を残してきて、どっちが個人タイトルやまた沢村賞を取るのか、そこも注目ポイントになってきますね。まあ、今回作った僕の選手、本音はやっぱもうちょっと強く作りたかった。ステータス400は超えないとちょっと対決難しいんじゃないかなと思われていたんですけどもね。まあ、武器となるスプリット変化量6とかもあるし、杉内よりもちょっと球速は劣りますが146ですからね。まあ、杉内同様本格派の左腕ピッチャーと言ってもいいでしょう。で、まあ、赤徳とかもなく特殊能力もそれなりについているので、まあ、ちょっとでも対抗してもらいたいですけどね。勝つ負けるにしても火花バチバチの対決したいので、まあ、1回目から差を開けられることなくね。で、杉内に関してはもうこの能力の高さですからね、調子極端がついてるとはいえども、このレベルになると関係ないと思います。おそらく球界トップクラスの成績を残すであろうと僕は予想してますので、果たして1回目杉内と僕の選手、どっちの方がこのソフトバンクでいい成績を残すのか見守っていきましょう。1年のシーズン開幕ジャイ。まずは1回目ソフトバンクでのシーズンが終了しました。両選手の成績オープン、ダダダン、どうだ、おおお、いやー、いきなり差が大きく出てるからっていう印象ですね。防御率パッと見る限り杉内が 2.56、 そして僕の選手が 3.21 ですからね。どっちも優秀ではあるけども、優秀の中の格が違うよね。でまさか千賀が1番になるとは思わなかったね。
最優秀防御率は僕の選手か杉内かどっちかだろうと思ってたんですけど、千賀か。まあ161キロも投げる千賀さんですからね、驚きはないかな。やっべえこいつまあ今回は君は主役じゃないのでね、僕や杉内が主役になりますので、まずは杉内の成績から確認していきましょうかね。防御率は 2.56、 186イニングを投げての15勝4敗、勝率7割8分9。まあこれは杉内の力もそうですけども、ソフトバンクという強いチームなので、やっぱ勝ちやすい状況がこのペナントでも整ってるんでね、まあ、これくらいの防御率を叩き出すようなピッチャーならば、これだけの勝利を挙げて、これだけの敗北の少なさもうなずけますね。まあでもそれは個人の力があってできることですからね。ないピッチャーは負けるぜ、どこだろうかな。でホールドポイントが謎の一つありますね。登板26試合で先発登板はその中24試合で完封3、完投6、QS16、 率 66%、 HQS14 個で率は 58% で、奪三振178個、三振率は 8.60、 フォアボール35個、デッドボール1つ、四死球率 1.74、打者733人に対して基本塁打8本で率 0.39、 被安打150で被安打率2割1分6厘、得点圏では2割4分6厘、対左に至っては1割9分3厘でウィップ1切っての 0.99 でフィニッシュ。内容も結果もパーフェクト、それが杉内、歴代最強の左腕ピッチャー杉内俊哉ということじゃよ。やばすぎますね。なんか格の違いをいきなり見せつけられたかのような気持ちになりますが、ただ待ってくれ、俺の選手の成績まだ確認してないですから。続けて僕の選手見ていくと、防御率は 3.21 ですね。で179イニングを投げての14勝4敗、勝率は7割7分8。杉内同様、勝ってるし負けてもないですね。あ、まあ杉内と比べて防御率には結構差はありますが、まあそれでもさっきも言った通り 3.21 であるのであれば、ソフトバンクのエンコール考えたら負けることはそら少ないでしょうね。で登板24試合で完封3、完投は8、杉内よりも多いですね。QS は14個で率は 58%、 HQS12 個でこちら 50%、 奪三振131個で三振率は 6.56、 フォアボール55個で四死球率 2.96 で、打者741人に対して基本塁打16本、率は 0.80 と高く、被安打154で被安打率2割3分、得点圏では1割8分8厘、対左にも2割1分9厘と強く、ウィップ 1.17 でフィニッシュですね。大きく指標に差が出たのはね、このやっぱ一発打たれる率、ここじゃないですかね。杉内と僕見たら分かる通り全然違いますよね。同じような登板数と同じような、まあイニング数ほぼ変わらない中、これだけ打たれてしまったらやっぱ防御率にも差が出てしまうよね。ほんで僕の選手の場合は、まあ、四死球率平均的に見るのであれば優秀ではあるんですけども、杉内と比べたらここの部分で余計なランナーも出してるから、まあ、その余計なランナーをホームランで返されたりしたからこそのこの防御率の差が生まれたんじゃないでしょうかね。まあ、残念ながらここだけのシーズンを切り取るのであれば杉内の勝ちということになりますが、まだペナントで回すチャンスは1回ありますからね。まあ、とりあえずソフトバンクでのシーズンはこれで終了。タイトル受賞できただろうか、確認だ。年間表彰式です。さあまずはベストナインの発表から。取ったのは騎士ですね。杉内も僕の選手も名前はなく、ゴールデングラブはなぜか宇都宮、なんでだよこれは驚き。ほんでセリーグも岩隈っていうね、なんか人生おかしくないっすか。適当に選んでね、岩隈だから宇都宮だからみたいなね、過去の実績だけで選んでるかのようなゴールデングラブ賞ですね。で個人タイトル、シーズン MVP は柳田悠岐、沢村賞は残念ながら僕の選手も杉内も取ることはできなかったですね。で投手の個人タイトル、杉内は最多勝と最優秀、最高勝率ですね。はい、2つのタイトルを受賞したわけ。今回は同じペナントで回してる以上、タイトルの差っていうのももちろん大きいですからね。僕の選手は何にも取れず、そして杉内はタイトルホルダー、やはり1回目から大きな差が出てしまったね。ちなみに沢村賞を受賞した菅野智之の成績を確認していくとどんな感じなんだろうね。いやこれすごいですよ、あの杉内がいる中沢村賞を取ることってなかなかできないと思うんですけどね。
防御率は 2.27、 221イニングというマジキチなイニング数で18勝を挙げとる。勝てる菅野が多いんやね。でまあ完投数完封数も素晴らしく、奪三振も277個、やばいっすね。でその他の内容もパーフェクト、ウィップも1切ってるっていうね。あ、これはもう間違いなく最強、3年連続沢村賞も納得ですね。でもこの菅野今季いないから悲しい、早くこの菅野戻ってきて、巨人ファンからのお願いです。2回目シーズンは互いの選手を巨人に加えて、先ほどとはリーグとチームも全て変えることになりますのでね。その中僕の選手をローテーション1番手のスタミナ限界で、杉内を続けてローテーション2番手またスタミナ限界で起用していきます。チームリーグが変われば成績っていうのもこのオートペナントなら結構変動しますからね。一般的にやっぱパリーグの方が数字は残しづらい、このオートペナントでもね。ですからまあ先ほどよりも他選手とも成績は良くなって、さっきの菅野が叩き出したような成績を、まあ、杉内しっかり僕の選手も残すかもしれないし、まあでもそれは絶対ではないからね。もしかしたらパリーグの時以上に成績を落としてしまう可能性もある。相性という言葉がこの世にはあるんだからね。必ずしも実力がね劣ってるからといって確実に抑えられる保証なんてないですから、まあどう転ぶかはこればかりはもう回してみないとわからないので、次こそ僕の選手が杉内を上回ることはできるのかどうか確認です。1年のシーズン開幕試合、2回目巨人でのシーズンが終了しました。勝負はこのシーズンの成績で決まると言ってもいいですからね。果たして杉内が最初に出てくるのか、僕の選手が出てくるのか確認だ。成績オープン、ダダダダダン。どうなの防御率、いや僕の方が高いですね。でも俺より高いやつが2人おるから、なんなのさっきからね。千賀しかり、お前畑しかり、菅野しかりよ。菅野千賀はまあわかる、なんでお前が俺より上やねんっていうね。畑まあいいピッチャーではあるけどもね、なんかさっきはちょくちょく主役を取って奪われてる感じがするんですけども。ただ待て、単純な防御率だ、先ほどと違って僕の方がよく、そして杉内 3.30、 一体何があったんでしょうかね。まあいろいろと確認、今回はまず僕の選手からね。防御率は 2.76 ですね。パリーグにいた時よりもやはり数字は良くなりました。これはまあ当初の予想通りって感じかな。その中189イニングを投げて勝率は8割1分8厘、18勝4敗と勝ちまくりでございます。で登板25試合で完封3、完投6、 QS18 で率は 72%、 HQS13 で 52%、 奪三振149個で三振率は 7.10、 フォアボール54個でデッドボールが7個と多いので、まあ、ちょっと四死球率 2.90 と、ここの多さが影響してますね。まあ、それでもリーグ平均で見たらいい方です。で打者768人に対して被本塁打10本で率は 0.48、 被安打156安打で被安打率は2割2分6厘、得点圏では2割0分9厘と低く、対左にも2割2分1厘と強く、ウィップ 1.11 でのフィニッシュ。先ほどとの成績で比較すると一番変わった部分っていうのはやっぱ一発打たれる率が大きく下がったことですよね。やっぱさっきも一発さえ打たれてなければ杉内と同じくらいの防御率とかそれくらいになってたと思う。でも打たれてなければというたらればおかしいけどもね、打たれたからね。でも今回は打たれなかった世界の話ですよね。だからこそこのような成績になって、まあ単純な防御率成績だけ見るのであれば2回目は僕の方が杉内よりいいということが言えますよね。そして対戦相手の杉内どうしたんでしょうかね。僕の選手とは打って変わって防御率は 3.30 で、さっきよりもね倍近く悪くなってます、1近く悪くなってますよね。なかなかここまで数字の変動することはないんだけども、それはリーグが変わったこと、チームが変わったこと、あと調子極端が働いたんじゃないでしょうかね。あんま意味のないものと僕は思ってたんですけど、やっぱめっちゃ意味あるものだね。このレベルの能力でこの防御率叩き出すことっていうのは僕は当初としては予想になかったですけども、調子極端の悪い方に引っ張られて 3.30 になってしまったんだね。イニング数も158イニングと、まあ そんな多く投げれてないですよね。でその中14勝5敗、負けないのはさすがですけどもね。まあでもこの防御率ですから勝って
ってるのはチームのおかげでもあるとは思いますけどね。で、登板24試合で完封に完投に QS18 率 75%、 QS 率だけ見るのであれば僕の選手よりも高いですよね。まあそれはイニング数の違いもあるから一概に言えないね。 HQS は8個で率は 33%、 奪三振166個、三振率は 9.46 と高いっすね。フォアボール45で四死球率は 2.68、 打者666人に対して基本塁打がたったの2本しか打たれてないっていうね。率は 0.11。 え、じゃあなんでこんな防御率になったの。被安打で見ていくと150で、被安打率は2割4分9厘、得点圏では2割6分5厘で対左2割0分5で、WHIP 1.23 でのフィニッシュですね。いやー、これだけホームラン打たれてないのであれば防御率1点台とか叩き出さないとダメなすと思うんですけどもね。ただ 3.30、 効率よく失点を許したってことかな。まあ、ヒットも率見る限りそんな浴びてないし、得点圏でも多く浴びてるってわけではないですからね。うん、やっぱ効率よく失点をポン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 リズムカルに許したからこその、まあ、これだけの自責失点数になって防御率 3.30 でフィニッシュしたんじゃないかな。運の悪さもありますよね。でも運も実力のうちって言いますから、まあ、杉内が残した実力ではこのような成績になってしまったというわけでございます。いやー、大きな差が分かれた2回目ですね。これだとこれだと、まあこの先のことは述べる必要はないでしょう。さあ、このセリーグでどちらが多くのタイトルを受賞することができたのか、年間表彰式見ていきましょう。まずはベストナインから。まあこれはやっぱ菅野になるわな。そこは取れず、ゴールデングラブも菅野。お前ばっかじゃねえかよ。で、個人タイトルは沢村賞。うわさばかい。おいおい、次はなんかまた別のやつが取ったぞ。菅野でも俺でもなくね。なんで。まあそれはちょっと成績確認していくからね、原因解明していかないと。個人タイトルでは僕の選手最多勝のみか。勝率1位は畑ね。確か14勝2敗とかやってたからね。くっそ、お前に邪魔されたな。畑がいなければね、僕の選手も杉内が取った最高勝率のタイトル取れたんですけども、取れたのは一つのみということになりましたね。タイトルもこの対決は結構重要視されるので、一つ取るかね、取らないか大きな差ですよ。ちょっと同じチームメイトを恨みたいですね、ぼやきたいですね。でもグッとこらえます。で、沢村賞を獲得した噂の成績見ていきましょう。オープン、ダダダン。防御率は 2.68、 その中で218イニングも投げてるっていうね。で、17勝10敗で登板28試合で完封3、完投16、えげつないで、マルティネスも12やからね。このチームの中継ぎいらへんやろ。先発で成り立っとるやんけ、仕事できとるやんけ。 QS 率、 HQS 率も素晴らしく、三振も209個と取れている。で、まあそれ以外の指標で見る限り悪くはないですしね。まあ多くのイニング投げたこと、完投数、あと奪三振、そういう部分が評価されて、まあ菅野でもなく僕でもなく噂沢が取るといった感じになったんじゃないでしょうかね。なんかね、この対決僕の選手も優秀で、杉内も優秀なんですが、それを上回る化け物がちらほらいたのが目立ちますね。なんかそれによって凄みがなくなったような気がしますけども、2選手ソフトバンク巨人でのシーズンはこれで終了ということになりました。あとは対決の勝敗がどうなるかな。さあ、今から成績を比較していきましょう。2選手の通算成績はこのようになってますね。パッと見ほぼ同じというか、似てる部分がたくさんあるでしょ。まずは防御率が 2.86 と 2.90 ですからね。わずかながら僕の選手の方が上ですけど、その差は 0.04 なので、その数字だけ聞いたらさ、あんま差がないように思えるでしょ。ただね、投球回に注目です。368イニングと344イニングで、その差20イニング以上の差があるんですよね。という部分を見るのであれば、20イニングで 0.04 の防御率の差っていうのはめっちゃ大きな差ですよね。僕が投手の対決の勝敗を決めるときっていうのは、まず何を重要視してるかっていうと、防御率、あと投球回ですね。ここの2つの部分で大抵もういつも対決、こっちが勝ち、あっちが勝ちっていうのを決めてますから、いつも通りの観点で見ていくのであれば、ここで勝ってるから僕の勝ちとはならないからね、今回は。まあ、そこだけじゃないと思います。それ以外の部分で見ていく
くと、ただやっぱ相変わらず結果の部分ですね、勝利数だったり完封完投数だったりそういう部分は僕の選手の方が勝っている部分っていうのが多いですからね。ただ内容の部分で見ていくと杉内の方に軍配が上がるんですよ。三振を取る能力、フォアボールの少なさ、あと基本塁打を打たれる率、数だったりは明確に低く、ウィップは 1.10 と 1.14 で、逆に僕の選手が 0.04 差でここは負けてますからね。だから結果で勝っている俺と内容で勝っている杉内がいて分かれてるんですよね、明確にね。でまたタイトルの違いもあります。僕の選手は最多勝のみですが、杉内は最多勝と最高勝率を取ってきた。この違いもあるのでね、いや今回非常に難しいですよ。シリーズ1悩んでると言ってもいいかもしれない。これは変にね、どっちが勝ちって迂闊に言えんな。それくらいね難しいのでね、まあもうほんと主観で決めるしかないですからね、僕の意思で決めるしかないので、まあ数字をじっと眺めて1分が経ちましたけども、なんか僕の中で一つ答えが舞い降りてきたように思います。ですから結果発表といきましょう。シリーズ17勝目いただきました。今回の勝因はやっぱり投球回の差ですよね。やっぱ同じ機会がある中この差というのはまんま選手個人の貢献度の差だと思うんだよね。現代野球はやっぱ多くのイニング投げるピッチャーが重宝される時代ですから、そういう観点で見ていくとやっぱ多くのイニングを投げて防御率も優秀で、あと勝利も上げて、また完封完投数杉内よりも優れている僕の方がいいんじゃないかなと思ったの。ただ内容の部分では明確に負けてたる、タイトルの違いもありますからね、そこがこの対決を迷わした部分ですね。ただまあその差があるっても僕の選手の方が結果の部分では優れてるので、まあ、今回はあくまでも僕が決める勝敗は僕の勝ちということになりました。シリーズ初の今作の OB 選手との初対決ということになりましたが、勝利で飾れたのはいいんですけど、やっぱいい成績残してきますね。ぶっちゃけ2シーズン目杉内が数字を落とさなかったら今回俺の勝ちはなかったぜ。あのやっぱ調子極端が働いて数字が落ちたこと、それが全てだったと思うな。投球回とかそんなことよりもね、あそこで落としてくれたことが今回の勝因につながったと思いますので、まあ運の部分もありますからね。まあ今シリーズまだ対決する機会っていうのがね、杉内しっかり他の OB選手たくさんあると思いますので、その中で次戦うときは明確に俺の勝ちだと言えるような成績と、あと選手を作ってですね、このシリーズをもっともっと盛り上げていきたいと思いますのでね、実況25回目の今回ここまでご視聴してくださった視聴者の皆様ありがとうございました。次回対決お楽しみに。グググググバイ、またおう。